玉名市出身で元アイドルグループの藤原あずさが岡山香川の企業に体験入社、新入社員として仕事の魅力を伝えます。藤原あずさと申します。はい、あずささん、今回はどんなお仕事をしてきたんですか？はい、今回はこちらの場所で、仕事をしました。皆さんご存知、瀬戸大橋ですよね。私たちの生活や経済活動を支える重要なインフラ、橋のメンテナンスなどを体験してきました。さあ、今回私はこのような格好をしております。私の近くにはちょっと見たことのある黄色い車があるんですよね。今日私はどんな体験をするのか早速行ってみたいと思います。あずささんが訪れたのは瀬戸大橋の維持管理などを行う本市高速坂出事務所。年間およそ700万台が利用し、今や岡山と香川を唯一結ぶ瀬戸大橋。安全を守る仕事はたくさんあるんです。まずは道路上の安全を守る交通管理隊です。本日藤原様には、交通管理隊の一日隊員として、一日我々の仕事をやっていただこうと思っております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。交通管理隊というのは主にどういったことを、1年365日、1日24時間通して道路に、落下物、事象等がないかを早期発見、二次災害の防止に努めております。高速道路ではおなじみのこの黄色の車がパトロールカー、皆さんも一度は目にしたことがありますよね。あずささんも助手席に乗ってパトロールに出発。ここからはどんな点検になるようになってくるんですかね？落下物もしくは停車車両の対応となります。どういうことに注意しながらこう探していくというか点検していくんですか？やっぱり第一乗務員、第二乗務員の目線ですね。早期発見が二次災害の防止につながりますので、やっぱり緊張感の継続が一番難しいとは言えると思うんですけど、やっぱりよそ見るんではなく本線上の異常をいち早く感知するように心がけております。後方よしということで、ドライバーがしっかりと荷台に乗せたと思っていても重量の軽いほうきや脚立といったものは落ちてしまうんだそう。こうした落下物への処理件数は年間1000件にも上るということで、事故を未然に防ぐためにもパトロールは欠かせません。でも普段私たちがそういうのを見てないってことは、しっかりこう私たちがそう気づく前というか危なくなる前にしっかり処理してくださってるってことですもんね。そう思っていただいたら嬉しいんですけど、どうしてもタイムラグとかができてしまいますので、そうしないようには心がけておるつもりです。落下物はドライバーの責任です。道路を走るときは物を落とさないように、そして落下物を見つけた場合は身の安全を確保した上で連絡を。さて、あずささん、橋の安全を守る仕事は他にもたくさんありますよ。こちらのエレベーターに乗って向かった先は海抜60メートルのところにある橋桁です。そして瀬戸大橋線を横目に通路を進んでいくと到着したのは橋の下。さあ、今橋の下、上にはもう電車とか車が通ってる場所になるんですけれども、ここではどんなことを行っていくんですか？ここでは、橋の悪いところを見つけてそれを直す作業をしています。ちなみにその悪いところっていうのは具体的にどういう部分になってくるんですか？一つの例なんですけど、ちょっと茶色くなってるところがあります。そうですね、ちょっと錆びた感じがありますね。ああいうのを長らくほっとくと橋が強度的に問題が出てくる可能性が出てくるんで、小さいうちに、直してしまいます。瀬戸大橋は長期にわたって潮風などを受けるため塗装が剥がれたり風化して錆びたりしてしまいます。こうなると橋の強度が落ちてしまうため早期の発見や対応を心がけているそうです。ここもちょっとなんかこう錆びてきてる感じがありますけど、ここもした方がいいですか？ここもそうです、直した方がいいと思います。わかりました。
ブラシで錆をきれいに落として、その上からフッ素樹脂が含まれるスプレーで塗装していきます。私が直しましたってちょっと言いたくなるぐらい、なんか貴重な体験ですね。上昇します。はい、おー、すごい、こんな高いところで作業してくださってるんですね、常に。はい、この辺ですかね。そうですね、そこ悪いんで。6つの橋の合計で全長 12.3 キロにもなる瀬戸大橋、すべての橋を補修するためには5年かかるそうで、毎日コツコツと補修を行っているんだそうです。綺麗になりましたね、はい、さらに高い場所でも作業は待っています。おお、空と近い。あずささんがやってきたのは瀬戸内海を一望できるこの場所。なんと海面からの高さは170メートルにもなります。うわー、かなりもう本当絶景なんですけど、びっくりすることにもあそこに人がいるんですけど、はい、あそこで何をされてるんですか？ですね、あれはケーブルの温度と湿度の計測作業をしています。大きい白い筒の中に細いワイヤーがたくさん通ってまして、はい、それをまとめて一つのケーブルって言ってますね。あ、そうなんですね、はい、そのケーブルがやっぱ大事になってくるんですか？そうですね、あのケーブル自体が橋を吊り上げてるような感じになります。そうなんだ。橋を支えているケーブルは極端な気温差や高い湿度に弱く、こうした日々の点検が欠かせません。あずささんも体験と意気込みましたが、この作業はライセンスが必要ということで、今回は見学です。もうなんか見てるこっちが足すくんじゃうぐらいの、これプロの技というか。開通から30年以上が経ち、経年劣化も目立つ瀬戸大橋。細かな変化も見逃さない、日々の安全管理が求められています。いや、本当に細かいところまで作業されていましたし、なんかこう当たり前に私たちは使ったりとか利用したりしてたんですけれども、なんかその当たり前って当たり前じゃないんだなというふうに改めて感じました。お客様がいつも安心して、安全に通れるように、管理をしていて、まあ、壊れてるところがあればすぐ直すというようなことを常にやっていかないと、やっぱりお客様に安心して通っていただけないので、でもこうインフラっていうのはこう時間とともにやっぱり劣化っていうものがあるじゃないですか。その点についてはどうお考えですか？やっぱりこういうインフラっていうのは国民の財産ですから、我々の時代世代が使ってもう使えなくなったらじゃあ壊してしまうというようなことは当然できないので、若い人たちとかもっと未来の人たち世代の方々に今と同じような状況で使っていただけるように、我々としては日々管理をしていきながら、壊れたところはすぐ直してという形で、できたらまあ200年ぐらい使っていただけるような橋とか道路を目指して今管理しています。安心して橋や道路を使えるように、迅速かつ安全に、そして丁寧に細やかなところまでお仕事されているんだなというふうに感じました。いろんな形で安全を確保してくれているからこそ、私たちが日々安心して暮らしていけているんだなというふうに思います。本当に必要不可欠なお仕事でした。はい、もう身近な瀬戸大橋ですけれども、うん、北川社長、沿線などでもね、はい、まあ、よく利用されると思いますけれども、はい、いかがでしたか？
はい、もう何気なく何十回と遠征で通ってますけれども、うんうんうん、まあ、先ほど200年持つ橋を作りたいともありましたけれども、はい、まあ、しっかり感謝をしながら通らなきゃいけないなと改めて思いました。ボルト一つ通ってもね、はい、うん、大変ですよね、うん、はい、以上藤原あずさと申しますのコーナーでした、はい。